さあ、鈴木康太選手。鈴木康太選手先行のゲーム。さあ、丸山選手、鈴木康太選手の対戦。さあ、鈴木康太選手先行のゲームですね。ちょっと鈴木康太選手リズム変わりましたね。鈴木康太選手どっちかっていうとこうガチダメって感じのガチダメ、ガチに貯める、しっかり貯める感じのフォームだったんですけどね。鈴木康太選手少しユーミング使ってリズム取るようになってますね。そしてガチダメのタイミングちょっと早めにちょっと前に出せるようになってますね。腕の振りも強いですね。あとこれは3投目が5には出てたんですね。まい95を取ってきました。さあ続いて鈴木康太選手316から。さあ256から251残り。140を取ってきます。206残りに対して235残り。トリプルですねこれは。はい、175から。さあ155で上がり目を出してきます。135残りまで。さあ丸山選手206なのでこれは上がり目しっかり作ってきた。146から来た。86を18。おー、スーパーアレンジ。まだブルー出てないよね。レッドブルーね、出てないですよ。さあブルーから行く。ドドン来ましたねこれね。85残りを1519ですね。15、19ってとこ。きた。そして4、5に出ての20ダブル。ああ、ナイス、トライですね。しっかり捉えてきました。さあ、丸山選手。この伸びやかにね、32を。さあ右サイドからぶつけて入れたいですね。うまい。丸山でうまいっすよね。パーフェクトプロだったと思いましたけどね。今ちょっと違ってるかもしれませんが。さあ140。
さあ301から。さあ261同士ですね。100取って161、これがベストですね。あー、これがね、隣にずれましたね。166なので上がり目出せず。さあ鈴木選手、100取って161。さあ3投目ブルチョイスもあるんですけどね、これは20見てますね。60入って121、すごい。166なのでね、上がり目がないので。さあ106から、いいですね、調子いいですよね。そして91残りを17。72残りになりました。91でいいのよね、うん、はいはい。さあ17からいって、ナイストライです。さあ72残り、最近12が多くなりましたね、 PDC 選手。18ダブルダブル、おっと。そしてもう1回ですね、これもありですよね。あー、ナイス、決めてほしかったな。全然ありですよね、ダブルダブル、18 18 18みたいなね。さあアレンジからの Q チョイスだと思いますけど、そして8ダブル、もしこれは動いたってことは狙いにくいってことですね。うわー、さあ丸山選手14ブレイクの、ね、この石川の第一人者。さあこれ決めるとね、大金星に近づくんですけど。さあ16残り、これは3本あるんでね、しっかり決めてくると思います。8打ち、そして4ダブルぶつけたら入るな、これは。あー、さすが。だから動かないでああいう形で打つってことはやっぱりダーツポジションがいいんですよ。だからぶつけたら入るっていうところ でこれが動くとダーツポジションが悪いんで、これね、僕ずっと見てますけど、本当に半減以上しますね、動いて入れるとかね、いう状況になったら決定率が半分ぐらいに落ちますね。やっぱそれだけやっぱりこう動いて入れるっていうのがやっぱ難しいんですね。テイクバックの時ね、くるくるくるってダーツが回るんですよね、これ。丸山選手ね。さあ、鈴木選手。アベレージもね、平均アベレージ83残してますからね。
さあ95かな、95取って306残り444かな。さあカバー、いいカバーですね。306残り、これは多分19から行かないといけないのかな。ですね、19から行っての287を、これでもうあとはね、狙いやすいところでいいんでしょうけど、もう一本20いった。惜しいですね。360残り。さあ80取って280から、100取って260残り、247残り。さあここも100目標ですね。100も100取って147。さあ260残り。さあトリプルからで200から、きたー、140まで持ってきた。うお、140、206残り。丸山選手もね、ブレイクからスタートしてのブレイク返し、そして206、100どこまで行くんだ。よし、そして60で146。さあ120残りですね。ここ大きいチャンスですね。20ラインは絶対外したくないですね。きた、サイドからあの上を通してアレンジ。さあこれは反対ですね。左サイドに回って、あの左サイドを狙うと。あー、ナイス、惜しい。さあ146、20、19、20から行く、そして126を、106をどうする、20か、あと隣にずれて86、20シングル、ああ、じゃあ20ダブル、20残り、10ダブル。いや、これいいですよ、これ。ああ、さすが強い。さあ、ブレイク、ブレイク、ブレイクときましたね。ブレイク合戦。いや、でもダーツもいいですよね。内容もいいですよね。14、18、18っていう感じで。で、今回、丸山選手が先行となるので、これ、ビッグチャンスですね。さあ、スタート大事ですね。スタート。できたら100取りたいですね。100取ればアドバンテージが出てきます。もう一本、さあ100取って361、420からですね。さあ55で306残り、361ですね。ここはね、上がり目がないので削るだけ削りたい。先行ですしね、ここ来た。そしてあー、3投目がね、
これであの281って数字は残したくなかったんですよね。さあ306残り19回いくのかな。さあ19トリプル入れて、249から、そしてもう一本来た、うん、シングルですね。あ、トリプル、もう一本来ましたね。そして3本目がですね、まあ相手があの上がり目がないのでね、うん、でも案外こうアレンジに慣れてない人はやっぱりどんな局面でも上がり目を出すっていうことをやっぱ僕は意識した方がいいと思いますよね。それが根付いていくのと根付いていかないのじゃあのちょっと違うので、という局面でも一旦上がり目を出すというこのなんていうんですかね、一回上がり身をしっかり作るっていう練習から始めながら、それから応用っていうパターンでもいいと思うんですよね。さあ198から5に入って、これでブレイク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 が濃厚になりますね。127をこれ20からですね。さあトリプルにて67、これ17、そしてこれは18でも10でもいいんですけど、あ、入ってた、あー17入ってスーパーフィニッシュ、もう来年からこう画面がね、来年じゃねえや、次回からこう画面が1画面になるので、もっと臨場感出せますんでね、次回かその次か、それか D ツアーグランドスラムクオリファイヤーか、どっからかちょっとこれ1画面で、やりますんで楽しみにしててください。もっとねやっぱこう 見応えのある、そして見せ応えがあり、なおか参加、ね、してくれる皆様がこうもっとこう視聴者が集まり、参加者が集まり、レベルアップすれして、なおかつ見応えのあるこの D ツアーにしていかないといけないと思ってですね、ちょっと近々、今日ちょっとテストはしたんですけどね、ちょっとまだちょっと完璧じゃないと思いますけど、ちょっと今後やっていきたいと思います。441残りから、あっと、さあこれはキープしたい局面ですよね。おー、93取ってきましたね。93取って350残り403から、さあ343から340から、いやいいキープですね、綺麗なキープ、60絡まずですけどね。さあ鈴木選手ここ大事ですね。320残り180取って140、あとここのこのロースコア、あ、3投目19ですね。57入れてきました。290残りから。
さあ210から来たー、100取って190まで持ってきました、丸山選手。さあ257残り。190残り170。さあ70取って120から。さあ154から。さあ90残りですね。さあこれはどうなんでしょうね。20からいくと思いますけどね。20、18っていう感じなんでしょうけど、20からいく。そうですね、20入ると15ダブル。おー、見事だ、決めてきた丸山選手、見事にトリプルダブル。